はい、ということで今日もまたちょっといつもと違うところにおるわけやけども、どこ、ここ、ここはね、メディカルブロー六本木院、六本木院です。最近ちょっとね、いろんな動画で私たちがちょっとずつビューティフォーになっていくようにしてるやんか、うん、で今日もまたちょっとだけ綺麗になろうということでやってきております。最近流行ってるやん、アートメイクってやつ、うん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 、あれをやんねん、今日は専門の方がね、私たちの眉毛をビューティフォーにしてくれるということで、うん、まあ、どのくらい綺麗になるかっていうのもね、後であのビフォーアフターとともに全部見していけたらなと思います。今回来ていただくのがメディカルガールズさんのアムツさんと中野さんです。いらっしゃってください。いらっしゃい、よろしくお願いいたします。中野さんとアムさん。そうです。あら、可愛らしいですね。可愛らしい。で、今日はそれぞれ私たちの眉毛を担当してもらえるっていうことなんですけど、はいはい、どっちがどっちを担当してくれるんですか？どっちが、アレクサを担当させていただきます。あら、じゃあアムちゃんだね、はい、絶対失敗せんとってカウンセリングをお願いいたします。よろしくお願いします。まずあのデザインについてからちょっとお伺いさせていただきたいんですけど、はい、なんかどういう風にしたいかなとかってございます？どうっていうのは特にないんくて、はい、そのなんか黄金比的なのでいいかなと思うんですけど、うん、はい、顔のねパーツがこっちの目の方がこう上に行ってるんですよ、はい、この骨格的に、はい、だからメイクするとき、いつも眉毛はこっちはちょっと気持ち上目にしてて、ほんでこっちは気持ち下から描くような感じにしてて、はい、要はここのこのバランスを意識してやってはいるんですよ、はい、だからもしそれができるんであれば、まあ、気持ちちょっとこっちを低めにこっちを高めにっていうのが僕の、まあ、希望。かしこまりました。あと、うん、形的な感じはどういう風に普段とかしてらっしゃいますか？形は普段、はい、ここを眉山、はい、山にして、はい、ちょっとだけね、これよく見たら眉のアートメイクの、はい、うん、あ、残り、はい、残りがまだちょっとだけあるから、はい、結構これに合わせてメイクしてますね、はい、ただやっぱ前はパウダーやったからやっぱ毛っぽくはしてほしいなっていう、はい、で色はこれ自眉というか、はい、地毛の色なんでこの色に合わせてほしいですね。今日はアートメイク初めてです。じゃあちょっと最初はメディカルブローのアートメイクっていうのもちょっとこうイメージ伝えしたいんですけど、今こうパウダーとかあとこう面で入れていくものとか線のアートメイク、あとそれをミックスしてるアートメイクっていうのがあるんですが、メディカルブローでは基本的に線のアートメイクになってくるんです。ポンポン描く感じ。そうです、そうです。なので基本的には線と線の間がこうにじみって言って傷がしっかり閉じた時に色がふわって広がっちゃうとくっついて見えたりとかあるんですけど、それがない限りは線の間は肌色なので、基本的にその目元のメイクがある日はその線の間もパウダーで埋めてあげてっていうメイクが前提の8割アートメイクで、あとの2割はメイクして完成っていうようなアートメイクの定義になってきちゃう。基本的にはもうすっぴんをいかにこう美しくしていくかっていうのがもうメディカルのアートメイクになっているので、あんまりその濃ゆくしたくないっていう方向きにはなりますね。染めたりはしたことあるんですよ、はいはいはい、で一回あの染めると多分肌にもついてたりするから、うん、最初の数日間ぐらいはもうめっちゃなんかマジックで描いたような感じで、うん、でだんだん色がちょっと落ちて、なんか元々の眉毛が金髪っていうか、はいはい、光によっては消えてたりとかするんで、はい、あとなんか目がその元々垂れ目だから、うん、垂れ目じゃないように上がってるように多少見せたいなっていう風に思ったりとかして、はい、普段メイクだとこういう風になるように描いてるとかイメージありますか？その時の多分生え方によってっていう感じなんですけど、綺麗、はい、にあの抜いた時はあのちゃんと形に沿ってちょっと上げてるじゃないけど、自分に合うような感じで形を見てもらって、はい、っていうふうになんかお任せしようかな。
結構そのお客様に2年眉毛にしてくださいって言われるとか多いんですけど、私としては初めましてで会う人にピッつけちゃうよりは自眉毛を最大生かしてあげる方が、普段のメイクでも見慣れてる眉なので、うん、自眉毛を生かしたデザインっていうのが一番似合うかなって思います。満足大丈夫そうですか、うん、まあでもこれあれなんだよね、もうちょっと暗くなるんですよね。もうちょっと暗くなります、ね、暗くなって一応今が一番濃い発色にはなるので、これももう少し薄くなるんやなるって形になります。ね、すごいいいです、大満足。よかったですか、うん、よかった、めっちゃいい、ほんまに。よかったです。ほんまや、よう見たらそうです、います、ね、ここにね、ここら辺とかもこう書いてんねや。そうです、眉毛がひっついてるわけちゃうもんな。ひっついてんのかなとか思って。特に眉毛の部分が一番わかりやすいかなとは思います。あ、これも毛じゃないんや。そうです、それも毛じゃないですね。だってここら辺全然僕毛生えてへんもんね。そうです、眉毛多分ちょっと薄めかなと思います、もともとは。そう、生えてへんのに、この時代はすごいね。もうやっぱこれが 6D そんなとこまで来た、もう。そうですね、 2D から。はい、何なんですか、なんで6なんですか。色もちょっと変えたりするとかそういうことなんですか。針とか、あと黄金比出したりとか、骨格筋肉の動きをしっかりと。いや、めっちゃいいですこれ、満足した。よかったです、うん、よかった、今日も普通に歩いて帰れるわ。初日ってほら恥ずかしいことあるじゃないですか。はい、おー、すごい、めっちゃはっきりしてる。結構自眉毛の色に合って、なんだったら今ちょっと赤くて明るいかなっていうぐらいですが、うんうん、1ヶ月後のことを考えるとこれぐらいがいいかなと。めっちゃリアルやんか。ね、ほんまの神みたいな。すごい、こんな変わるん。ね、上がり眉にすごいなったなっていう感じがしますね。ほんまや、全然違う、すごい、めっちゃ自然やねんけど、うん、なんかもっと赤くなるんかなと思ってたの、うん、なんかなんて言ったらいいんやろ、ほんまに傷つけられてちょっと出血じゃないけど、めっちゃうちの髪の毛と一緒やん、うん。もうめっちゃ赤くなるイメージあったんですよ。そうですね、結構その麻酔の影響で見ていただくと、ここそのままに赤くて皮膚のところが白いってなってるんですよ、うん、ちょっと白くなってますね。はい、この反応がもっとグッと出る方は相当こすられたんじゃないかなってこう勘違いされちゃったりとかあるんですけど、では麻酔の影響ですね。え、すごい、好き。いやいや、かなり満足しております。本当にね、ありがとうございました。面白いよね、だから色味もまたなんかすごい満足してて、今日お風呂入ったかんで、いいです、入ってる、お風呂はね、そう、使うのはあかんね。あ、そうです、シャワーは大丈夫、シャワーは、でもそのお風呂が大事だよ、お風呂入って汗流したいね、めちゃくちゃ。そうですね、じゃあ何に疲れていいんですか。激しい運動とかサウナとか考え方とかは一週間、長時間のご入浴なさせてもらえば一週間やめた方がいい。そうですね、じゃあ私はもう一週間風呂入りません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。とにかくね、なんかもうこれ以上満足はないというぐらい満足なので、やっぱり 100% だったら何パーセント満足、100% だったら 100% ぐらい満足。ありがとうございます。
冗談いつも見てまして、ね、なんかうわー書くなんてわーってまあ多分最初は衝撃なんやろなと思ってえぇーって感じだったの。そうなので皆さんね、あのアートメイクね、よかったら受けに来てみてください。皆さんいかがでしょうかということで、ね、いかがでしょうかね、このメディカルガールズさんのね YouTube にもねいろいろアップしてるみたいなんで、はい、リンク概要欄に貼っとくんでぜひそちらの方もチェックしてみてください。よろしくお願いします。そちらではねマスク取った姿も見れます。はい、ありがハードルが上がりますね。そう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 楽しみに見てみてください。